シネマジャックベティとは、シネマジャックとシネマベティからなる横浜市中区に所在する映画館。かつてジャックは日本立ての名画座として、ベティは単関係、ロードショー関係式で運用されていた。1952年12月25日、横浜名画座として開館。第二次世界大戦後、アメリカ軍の飛行場として使用されていた場所に建設された。 かつて隣接して営業していた横浜日劇と共に、洋画は、日劇、邦画は、名画座のフレーズで、地元密着型の映画館として親しまれた。1991年には大幅に館内をリニューアル。これまでの一館を二館形態に分け、洋画を中心に上映するジャック館、邦画を中心に上映するベティ館として再スタートした。館名も現在の、 シネマジャックベッティに変更された。その後、前述の横浜日劇と共に同館を経営していた、中央工業有限会社が、工業不振などの理由により廃業したため、2005年2月に、一旦閉館の浮き目に遭う。しかし地元の映画ファンの後押しの声もあり、有限会社、フレンダムによって存続。地元の街の活性化を図る、小金町プロジェクトが、 相互連携の形で運営に関わり、再び工業が続けられた。これは、同館の設備が、比較的新しく充実していたためであり、同じ理由で2005年2月に閉館した、横浜日劇が、同様に、フレンダムによって一旦は存続されながらも、建物の老朽化を理由に2007年4月に、取り壊されたこととは、対照的である。 2007年3月に新たに設立された、株式会社エデュイットジャパンへ正式に引き継がれ、2007年8月から、同社による運営が開始された。その後は日本建てーガのシネマジャックと単関係、ロード召喚のシネマベティで運用されていたが、現在は明確な区別はなく双方ともに、洋画、邦画を問わずロードショー上映を主軸とし、 時折企画上映やイベント上映も行われている。一時期、1階に DVD 登場映のカフェシアターも併設されていた。2010年には、経済産業省の商店街、活性化事業費補助金を受け、ベティカンにデジタルシネマプロジェクターが導入され、2013年には、ジャックカンも DCP 対応となった。ハピ、プロインタビュー。 梶原俊幸さん。ハピケン。朝日グループホールディングス。2015年1月6日閲覧。シネマジャックベティ。横浜港未来21。2015年1月6日閲覧。キアサ。25周年を迎えた。シネマジャックベティで振り返る横浜と映画館の歴史とはハマレポ .com.ita. 2017年2月12日閲覧。ありがとうございます。